皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ではマザー2実況プレイパート36やっていきます。よろしくお願いします。はい、あいにく今ペルね、目薬さしたばっかり目開けらんねえけど頑張っていこう。はい、ちょっとしばらく画面見ないでやるんで教えてください、はい、しばらく前回、8つのメロディーを集めて、マジカントというところで、まあ、ちょっと鍋の試練的な感じだったのかなを受けて、鍋が覚醒しました。はい、めちゃめちゃ強くなりました。やばいねこの人たちね。パラメータの上がり具合がね、もう半端ない。まあ、これとりあえずサターンバレー何かあるみたいなんですが、話を進めていこうと思います。おなんだあれ、土星さん UFO。 お、なんかやれてるいやー、彼ら土星くんたちは実に素晴らしい人々だよ。人々なのか、人なのかな。うん、アップルくんも若いのに大したもんだ。それはさておき、初期型のスペーストンネルから盗まれてしまったんだ。服を着た豚のようなものが土星さんを脅かして乗っていたという。豚ポッキー、ポッキー、よかった、予定通りだ。僕とアンドーナツ博士と土星さんたちとね、ついにスペーストンネルを完成させたんです。土星さん手伝ったんだ。これは時空間、瞬間、移動装置なんです。でもまだ空間移動ができるだけの状態ですが、敵のいる場所をサーチします。それがどうやら伝説の地底大陸を示しているんです。はあ、ふぅ、あ、なんか乗った、勝手に乗り込んだ。これで、ああ、やっぱりダメか。材料が一つ足りなかった。しかしそれはこの地球上の物質ではないんだ。で、ダメじゃん。あれはわしがまだ若い頃、落ちてきた隕石から採取したものなんだ。最近どこかで隕石を見たかったかね。おお、見た。それだ。その隕石のかけらでもあれば、物質 XYZ を合成できるぞ。シティハンター。しかし君たちがオネットに隕石のかけらを取りに行くことを、ギーグとかいう敵が簡単に許すとは思えない。おそらくオネットはすでに奴らの手に落ちているに違いない。お母さんが危ない。注意の上にも注意を重ねてオネットに向かってくれ。土星さんの開発した強力な装備が新発売された。ぜひそれを身につけていってくれ。君に言ったんですけど、なんか大量のペンなどが売られてましたとオネットの街はどんな様子なのか、じゃあ行ってみよう。なるほど、ユーギーグとの決戦が近いみたいだな。とりあえずオネットへ行くぜ。行くぜ。で、隕石っていうのはこのゲームの一番最初に落ちてきたあれだね。あ、うん、ここであの存在が重要、ね。暗い、何これ、もう乗っ取られてる。うん、お母さん大丈夫かな。一応様子見に行ってみるか。レッドブル飲みに。うわ、任せろ。覚醒した俺の力、かなりタコかなりタコ、チロリンガ、チロリンガ、チロリンガ、ベロリンガみたいな。ダイヤモンド状態、盗んだ。ちょっと待って、何盗まれた。高い水。この野郎、俺が水飲むの知っててヒーリングオメガ、よし。わ、効かね。強いぞこいつら。ちょっと見た目とは裏腹にやりおるな。うん、うわ、よいしょ、728、サンダーサンダーサンダー、よし。いや、敵が強くなってるぞこの辺。経験値もやばい。ペルもパワーアップ。お、HP が11、いいね、いいね。でもな、俺前回150アップしたんだ
ビビってあれ誰も比べられちゃうともうダメでしょ、うん、お、フェンリル君たちもしかしたら今世界中で一番強いんじゃない？だってまあまあ、よくここまでたどり着いたわね。今オネットはとんでもない化け物がうようよしてて、街の人はみんなガタガタ震えて牛の中に閉じこもっているのよ。ママは平気なの。でもちょっと怖いから静かにしてるのよ。お腹空いてるでしょ？レッドブル食べる？飲み物じゃん。少しは空いた？じゃよし、じゃあパパに連絡していこう。金余りまくってる。よし、さてと、じゃああの隕石を回収しに行こう。うわ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 、スターマン先祖、こいつなんか持ってそうだな。やばい、チェック。AK フリーズオメガ、よし。え、スターストーム使ってくんの？うわやりよるな。あれ、ちゃん死んだくない？このまま行けば急げ。違う、急いで急いで急いで、あー間に合わなかった。いや、ネルも死ぬ可能性あるぞ。よくも、よし、3、何3って。きついカウントダウンだな。どうした、よし、強い、敵が強い。そして俺さ、PP めっちゃあるからさ、いくら回復しても全然困んないね。確かに。いやいやスターマンのご先祖様現れた。現存してるのに先祖ってなんかおかしいな。ね。お、集合体なんだ。怨念集合体的な。チェック。とりあえずこいつがな、あ、待てよ、変身できなかった。反撃のサイコシールドやってみるかいいさ。ほらほらほら、チェックできなかったけどね。ほら、こいつがめんどくせえ。この足、ベロリンガ、いや、ジョロリンガ、よし、このおかしくなってる状態は嫌だな。回復しよう。治るんだっけか。治ってる、治ってる、治るんだ。うわ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 、いやー敵多いな。えげつねえな。最悪の組み合わせじゃん。いやー跳ね返してくるかな。チェック、スターストームアルファ当たった。サイコシールド、跳ね返る。バカタレが。PK ドラゴン。強いな。全然チェックできねえけどいいや。いやー敵ちょっと手加減できないね。ね、全力で挑まないとやられる。しかも早いからさ、逃げられないし。そうなんですよ。うわお、
こっちはそこで倒す。あ、待てよ。これは腹がじゃない危険。あ、待て。跳ね返しちゃうから、あれだ。こうしよう。こうで、これ。サイコシールド。これなら反射じゃなくて、無効化だから、いけるはず。イエーイ。なんもない。なんもないね。盗もうとしやがる、やっぱこいつ。ゾッとするなら笑い浮かべた。口なくね。きっとあれなんだよ、あの全身タイツ。気持ち悪い。バズか。よし、戦えるけどかなり手強い。うわ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 、お前らか。全力攻撃。いけ、ファイヤー。あ、当たった、来たねえんだ。だね。え、ジロリンがやっぱあれだな。うん、邪魔だな。邪魔だな、あいつ。これを食らえ。PK ドラゴン強。多分ここがなんか最後のレベル上げポイントっぽいな。ね。虫。お、あったあった。たたたたた。道中敵もいない。いいぞ。手の届きそうなところにキラキラ光るものがある。取りますか。取りましょう。ナビは隕石のかけらを手に入れた。いいね。じゃあこれを取って帰りましょう。ちょっと歩いて開けた場所。ここだな。ここで、テレポートで、サターンバレー。一応回復。いよいよか。セーブもしてね。ママにも電話しておこう。そうだね。ホームシックに最終戦の流れだ。違うって、最後の戦場に出向く前にお母さんに連絡をしておいてね。心配しないでくれと。それフラグ立てるやつじゃねえかよ。俺は必ず帰るから。死ぬパターンじゃねえかそれ。もう頑張ろう。頑張ろう。さあ持ってきたよー。うーむ、隕石のかけらあるから、あるから。それだ。ん、見たこともない金属だ。うん、実に面白い。あとは私たちに任せて休みなさい。これは面白くなってきたぞ。結局寝るのかよ。まああのまま話進まれても困るからね。いいまあね。さてと、今ついに完成したスペーストンネル2には体力回復と冒険のデータ記憶、この2つの機能がついている。心配せずに乗り込みたまえ。しかし二度と帰れぬためになるかもしれない。なんと、その準備をパーフェクトにしてから行くべきかもしれない。装備は完全かね。完全。はい、完全に完全と言えないまでもかなり完全にしておきたまえ。その方がいい。ゆっくり裸で出かけていったりしたら大事だからね。確かめておけなかったんだ。ん、全然パートくらい俺スポンなんだけど。ね、装備がしっかりしたら私に声をかけてくれ。完全です。行こう。行くぞみんな。行くぞ。敵の敵地へ。敵地へ。本拠地。本拠地へ。あ、これさっきのあれじゃん。行けなかったね。指定大陸だね、あの。誰？セニア。よくぞここまでたどり着かれた。立派立派、ご立派な少年たち。残された時はわずか。最後の力を授けましょう。では私は急いでいるので。お？ペルは PK スターストームオメガを身につけた。おお。PK ドラゴンオメガの威力が約640。ペルが
720。 PP もこっちの方が軽いね。まあ PP 少ないけどね、そのまあ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 、まあ、元々がね。うん、どっそりしたの、どっそりしたの。あ、角目があった。さらわれたよ、僕さらったよ、悪いやつ行っちゃったよ、悪いやつどこへ、昔へ。ふう、昔へ。タコじゃなかったんだあれ。ん、どこにも行けないぞ。おやおやおや、もう何、あの短時間でもう一個作ったの。あっという間にスペーストンネル3が完成したぞ。土星さんたちの科学技術はすごいぞ、マジで。ゲイグはこの場所から、つまり過去のこの場所から根拠を仕掛けているんだ。へえ、言いにくいのだが、スペーストンネル3で過去へワープして戦わなくては。でも、え、言いにくいのだが、なんだよ。鍋、過去から攻撃してくるギーグを倒すには過去にワープすることが必要だ。無論それはスペーストンネル3でできることなんだが、この装置は生き物を、生命体をワープさせることができない。は、ワープのプロセスで命は消え去ってしまうんだ。死んじゃうじゃん。方法はただ一つ、君たちのスノープログラムをロボットに移植して過去へ行くしかない。その場合、君たちのスピリットはロボットの方に行ってしまう。君たちの肉体はただの抜け殻になるわけだ。過去での戦いが終わってスピリットが戻ってくるという可能性は予測できない。選ばれた4人の諸君、それでも過去の世界に行ってくれるか。行くよ、世界を救うために。いや、これ結局こうなるじゃん、ね、お母さんに役所を言うてもらったじゃん。分かった、もう今までの君たちの姿に戻れないかもしれないんだが、本当にそれでもいいか。はい、そうか、そこまでの君たち、せめて私に今の君たちの姿をよく見せてくれ。鍋、その帽子を私に。よし、スタンバイだ。え、帽子かぶってんじゃん、結局。何されてんの今、俺も何されてんの。改造されてる、改造って感じ。4人分やるんだね、これで。全員ロボットになっちゃうの。いやだ、やめてくれ。俺は戦いなんか行きたくない、助けて。ナベ、チャン、ペル、そして私の息子ネル、コクピットに座ってくれ。もう後戻りはできないぞ。せめてナベ君、スペーストンネルのスイッチを自分の手で押してくれ。君たちの真の勇気を知っている人間の数はほんの一握りだが、君たちがその勇気で救う人々の数は計り知れない。こんな場面に居合わせることのできた私は幸せ者だ。鍋に言うの分かるんだけど、今思えばさ、ネルが息子なわけなんでしょ、うん、もっと息子心配しろよってな。なんてやつだ。いや、だって本人だってさ、自分の息子はあれでしょ、まあ、いや、そうだけどさ、うん、心の弱いはどうかわからないですよ、さあ、来てしまった。最後の最後で見た目これかよ。いや、みんな本当変わんねえじゃねえかよ。鍋以外全員わかんないから。ね、うわ、多分こいつ爆発するな。タコソのもの、タコソのもの。いい名前っていうことにしておいてあげよう。スーパーチューチュー、 EK フィリズオメガ、殴るチューチュー。お、倒れない、よし、ポンコツにしちゃった。まずか、爆発、痛い。よしよし、いやー、これが一応ラストダンジョンってことになるのか。最後の戦いだ、みんな消えていこうぜ。おう、ベル、ほんと足音かかってくるがいいさ。
ヤドカリデビル。何こいつ。チェック。とりあえずね、能力者だけでも見ておこう。オフェンス、PK ファイヤーに弱い。ファイヤーか、でもいいや、殴り切っちゃえ。よし。足音。カシャ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 。何なんだ。せっかくだから使うか。やりましょう。BK スタスムオメガ。おお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 。強い。ドラゴン使うまではなかったかな。ドラゴンいなかったかな。よしよしよし。まだレベル上がるね。ね。多分もう技はもう覚えないでしょう。あ、これ先に捕まるよね。うん、捕まる。みんな失礼する。すだ、すだらった。やる気なさそうな名前だな。すいすい、すだらだった。そろそろすいすいすいってか。ね、出てくんじゃない。反撃のサイコシールド使うの。弱いよ。じゃあ、蝶々捕まえる前に一回ヒーリングオメガ使って全回復。よしよし。カシャ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 。お、アイテムがある。わーおー、お前ここでも出てくるのか。さすがラストダンジョン。チェック。持ってない。はい、ねえ。サイコシールドは絶対必要だ、こいつの戦い。よいしょ。まずか。爆発。必ず3人来るんだ。で、なぜか俺さっき2人だった、確か。あ、マジで端2人だった気する。あ、じゃあ狙ったところからやっぱこの周囲的な、なんかあるかもしれない。伝説のバット。おおおおおほ、いいね。俺はこのバットにエクスカリバーの名前をつけよう。255ってマックス。え、255ってパラメータのやつ。エクスカリバー、たまたまなんじゃない。エクスカリバー。ツッコミ遅えよ。おい、いいね。何これ何これ。ワープって言うかな。はいはいはい。パチンコン倒した。おー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 、まずまずまずお前だ。一体。必須。サイコシールド必須。これ食らうと一瞬で致命傷になるからね。ね。特にちゃん。なんか持ってろ。はい。あー。笑ってるだけ余裕だな。一体で経験値1万2000だもんな。すげえな。で、ここでまた、ヒーリング。
スーパーエナジーロボ、こいつは別にな、ただ殴ってればいいかな。下手に消耗する必要もない。空振るんじゃねえ。これね、むしろ俺を狙ってくれたら楽だよね。ね、爆発。やばい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 、数がおかしい。お、最後の最後のスターマン、おっかな、オメガにしとこう。おお、ナイス。え、こいつはもしかしてあのスターストのオメガとか使ってくるんじゃないかもしれない。最後だからな。うん、え、シルド反撃か。なんかこっちも反撃。まずあいつは死んだ。今シールド貼ってんでしょ。いや、シールドキラー、おしました。いやー、敵が強いねー。ギリギリ。うわっ、ラストっぽいね。いよいよですか。いよいよですね。ちょっと一回ここら辺で区切っておきましょうか。そうしましょう。よし、丸ごと保存。よし、じゃあいよいよ次回最終決戦になると思います。はい、ではマザー2実況プレイパート36、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。バイダオじゃ。